難しい。新しいトレーニングも増えました。 WeFit プラス、 WeFit をお持ちの方にはソフトだけで2,000円。おすすめメニュー、あーメタボ、うん、みんな気になるけど美しいスタイル、二の腕もちょっと気になるけどヒップアップ、伸びているのを感じて。目的別やセットメニューも WeFit プラス、 WeFit をお持ちの方にはソフトだけで2,000円。あ、左足苦手。最近グリーン出てないからな。あー、スイング診断、体重移動に気をつけてもう一回。うん、まっすぐ行ったんじゃないの。新しいトレーニングも増えました。 WeFit プラス、 WeFit をお持ちの方にはソフトだけで2,000円。もうちょっと飛ばしたいな。でも カロリー見てみよう。46。え、キウイ1個。目標は食べ物で決めるんだね。310キロカロリーやった。あと264キロカロリー。目標の消費カロリーも WeFit プラス、 WeFit をお持ちの方にはソフトだけで2,000円。そう、行くよ。最近太り気味。はい、どうかな。ちょっと重すぎない？赤ちゃんやペットの体重を測ったり、毎日の成長記録をつけることもできます。 WeFit プラス、 WeFit をお持ちの方にはソフトだけで2,000円。一緒に頑張ろうね。家族でもっと毎日健康、 WeFit プラス。 WeFit プラスはバランスウィーボードを使って重心バランス、 BMI、 運動能力を測定したり、69種類のトレーニングを手軽に楽しむことができます。まずはじめに身長と生年月日を入力します。次に左右の重心のバランスをチェックします。WeFit プラスではこのように体の重心の偏りを測定できます。同時に体重も計測され、あなたの身長と体重から BMI 体格指数が判定されます。もちろん体重を確認することもできます。最後に運動能力のテスト、10種類からランダムで選ばれるバランステストを行います。実年齢とバランステストの結果をもとに自分のバランス年齢を知ることができます。毎日のトレーニングは5つのジャンルに分かれています。バランスゲーム、バランス感覚を養うゲームです。有酸素運動、体内の脂肪の燃焼を促進する運動です。トレーニングプラス、 WeFit プラスで新たに追加されたトレーニングです。ヨガ、体を引き締め姿勢を改善する運動です。筋トレ、
体の部位を引き締める運動です。トレーニング終了後には消費カロリーが表示されます。消費カロリーを知ることで、例えば減量などの目的に対してどれだけトレーニングしたら良いかなど、具体的な計画作りに役立ちます。WeFit プラスは目的に応じておすすめのトレーニングを提案してくれます。例えば肩こりが気になる人には筋肉を鍛えつつほぐすためのトレーニング、メタボが気になる人にはたるんだお腹を引き締めるためのトレーニング、スタイルを保ちたい人にはくびれを作るためのトレーニングなど、目的別に WeFit プラスがおすすめメニューを提案します。またトレーニング方法を自由に組み合わせて自分だけのトレーニングメニューを作成することも。ヨガと筋トレの中から自由にメニューを組み立てることもできます。たっぷり運動したい、軽めの運動にしておきたい、お気に入りのトレーニングを継続して行いたいなど、トレーニングの内容を自分で調整したいときに便利な機能です。また運動したい時間だけを決めて WeFit プラスにメニューを組み立ててもらうことも。毎日のトレーニング結果はカレンダーやグラフで確認できます。体重やバランス年齢など項目ごとにトレーニングの成果を実感することができます。最大8人のデータを登録することができます。 Wii 本体に WeFit プラスのチャンネルを設定すれば、チャンネルからすぐに体測定を始めることも。家族でもっと毎日健康、 WeFit プラスバランスウィーボードとセットで9800円、 WeFit をお持ちの方にはソフトだけで2000円。